回は佃島の先端、中央大橋のたもと、平成11年に日仏友好の証として作られたパリ広場から朝の散歩をスタート。ここから月島勝どきエリアに向かって歩いてみます。パリ広場周辺は高層マンションが立ち並ぶニュータウン。一体どんな出会いが待っているんでしょうか。すごい、お母さんも元気に体操して。本当ですね。体操中のお母さん、気持ちよさそう。すいません、突然ちょっと朝の番組をやってましてね、ちょっとお話を聞かせてもらいたいなと思うんですけども、毎朝体操なさってるんですか。そう、お近くなんですか。私はね、八幡宮ありますね、富岡の、うん、あ、そうですか、ね、あそこだと。そっちから来てたんですよ。木場公園が近いんですけどね、やはりこの水を見て。ずっと歩いてらっしゃるんですか。そうです、そうです。すごい。富岡八幡宮からは約 1.5 キロ。お元気ですね。どれぐらいの時間に出ていらっしゃるんですか。そうですね、5時過ぎぐらいに出てきましてね、でここでラジオ体操の時間に間に合うようにして、そう、6時10分ぐらいに着いて、はい、準備運動をしてラジオ体操を。そう、あ、じゃあそのイヤホンでお聞きになっていらっしゃるんですか。そうです、ラジオながら。そう、もう17、8年ここ歩いてますので。17、8年、そう。あ、それは何かこう思いつくことがあって始められたんですか。やっぱ健康でありたいということと、そうです、ね、いつまでもこう、うん、足腰丈夫で ね、 そうですね、歩いて。いや、それは相当丈夫ですよ、その富岡八幡宮の方からいらっしゃるっていうのは。ねえ、ありがとうございました。お母さん、いつまでもお元気で。すごいですね。すごいですね。相当ありますよ、中央橋ね。最近佃は何ですか、3月のライオンっていうんですかね、アニメとかね、その映画にもなりましたかね。これなんだろうね、なんか花がオレンジ色のクロッカス。夜の間は閉じていますが、日が昇ると綺麗な花びらを開かせます。こんな瞬間に出会えるのも朝ならでは。おお、綺麗。お父さん、おはようございます。すいません、おはようございます。今ですね、朝のですね、テレビ番組をね、はいはい、撮影させてもらってるんですよ。おいくつになられました。おいくつになられました。風の96歳でございます。うお、ここで6時半にラジオ体操があるんです。そうですか。このお父さんが所属するのは中央区ラジオ体操会連盟。毎朝大勢の人が公園に集まりラジオ体操をするんだそうです。ああ、この、ああ、すごい。これは神楽会をおるときに、北の丸公園ですね。映っていたのはなんと村山元総理。お父さん一体何者？短パンでね、なんか、はい、まあお知り合いになれてよかったですね。そうですね、元気で頑張ってくださいね。ありがとうございます、はい、はい、お気をつけて。そして私は海軍に、おお、どう、海軍将棋で22歳の時でございます。うわー、すごい。ゼロ戦におったんです。あ、ゼロ戦の中、これはね、軍刀ということですか。これは軍刀はもう没収されました。ああ、そうですね。ああ、そうですか。海軍将棋で、うん、どうも本当にお気をつけて。お父さん、いつまでもお元気で。はい、お体大事に。どうもありがとうございました。どうも、作ってくれてありがとうございます。